パレスチナ、ヨルダン川西岸地区、ジェリコ。ここにジャイカが協力を続けているジェリコ農産加工団地があります。パレスチナでは経済インフラの未整備、イスラエルによるパレスチナ内外の人や物の移動制限、そして土地や資源の開発の制約によって経済開発がうまく進まない状況が続いています。そのために農産加工団地を整備して経済開発を促進する取り組みを進めています。2006年に日本政府は将来のイスラエルとパレスチナの共存共栄に向けた中長期的取り組みとして平和と繁栄の回廊構想を提唱しました。これができたら少なくともここの問題を軍隊とか政治じゃなくて経済の面からこの地域の問題解決っていうのができるとするなら、それは日本ぐらいしかできないんじゃないかなと思ってましたから。イスラエルとヨルダンなどの近隣諸国との協力によって持続的な経済開発を進めて将来のパレスチナ国家樹立を目指すものです。この構想の中核事業であるのがジェリコ農産加工団地です。ヨルダン川西岸で収穫された農作物を農産加工団地内で加工して陸路でヨルダンを経由して輸出を行い、パレスチナ経済の活性化につなげる計画です。そのためにJICAはこの農産加工団地の開発と運営を担うパレスチナ工業団地フリーゾーン局に対して能力開発を目的としたプロジェクトを行ってきました。現在は農産加工団地の開発や運営に関するより具体的な実務能力の強化を目的としたプロジェクトが行われています。2016年5月現在、入居予定の企業は37社、そのうちオリーブの葉を使ったサプリメントや化粧品の製造を行う企業が稼働しています。農産加工団地内にある管理棟です。ここでは農産加工団地の入居企業が会議や研修を行っています。このように動き出した農産加工団地、専門家の田中さんは言います。今一社工場が建設が終わっているんですけれども、他の企業もどんどんその創業促進が進むようにプロジェクトとして支援をしていきたいと思っております。将来的にはすべて入居企業で埋まって雇用促進が進んで、パレスチナの産業もさらに活性化して、パレスチナの経済に貢献することを期待しております。また農産加工団地に対しての日本の協力はソフト面だけではありません。団地内に電力を供給するための太陽光システムの導入、給水塔の建設などハード面での協力も行われています。パレスチナ工業団地フリーゾーン局のアリさんです。 Our future of Palestine is to create the relevant environment to attract investors into our industrial zones, into our economic zones. Once we can motivate the private sector to work and to create jobs, then that will create peace and prosperity for all the people of Palestine.Our future is to create the state of Palestine and to create a stable, sustainable state of Palestine. You need good industries, you need productivity, you need people to work. And Japan is helping us to achieve that. パレスチナの持続的な経済発展に向けて活動は続きます。